藤尾音頭に行ってみましょうか。藤尾音頭、今回このね藤尾ロックフェスティバル2018開催にあたって生まれた曲でございます。もうね、今回のイベント前から動画なんかではすでに流れておりまして、そして昨日初披露となりました。私も現場昨日いたんですけどね、めちゃめちゃ盛り上がるんですよ。何度も何度もね昨日かけてましたし、お客さんも随分とこの振りを覚えてきたなっていう感じがありました。そして大友義英さんをお迎えしての生演奏がこの後行われることになっております。さらには二階堂和美さんの生歌もあります。さてそれではですね、その藤尾音頭の振り付けに関していきなりね始まったんでちょっとついていけない方もいらっしゃるかもしれませんので、一回レクチャーを挟みながら頭にちょっと入れてもらった上で大友さんたちの生演奏へとつないでいきたいと思います。その踊りのレクチャーに関しては珍しいキノコ舞踊団の皆さんにお願いしたいと思います。どうぞ。珍しいキノコ舞踊団の皆さんお願いします。はい、どうぞ。はい、拍手をお迎えください。昨日に続いてまずは振り付けのレクチャーから始めていただく、それから踊る皆さんね、一重の輪だとちょっと狭いので20か30ぐらいになってもらった方がいいと思います。踊る場合この櫓を囲んで30ぐらいの列になってください、円になってくださいね。でその流れで大友さん二階堂さんへとバトンタッチしていきたいと思います。じゃあここからはお任せしましょうかね。はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。皆さんこんばんは、珍しいキノコ舞踊団です。今から振り付けのレクチャーを始めたいと思うんですけど、広がって隣の人たちに伝えられているので楽しんでいただければなと思います。じゃあ早速やっていきますが、最初のはこのように浴衣を着ているような手の押しですね。そこから曲げる曲げるレレレの連鎖です。曲げる曲げるレレレのレレレ、これ繰り返します。盆踊りの皆さんですね、それを取ってじゃんじゃんじゃん、そしてコツは左手がこの胸ラインですね。で右手が膝
肘を伸ばしてください。そうです。で、足も極力頑張ってちょっと運動になると思いますが、たまにはね、こういう運動もいいと思いますので、ぜひやってみてください。はい、シェーです。これ決めポーズですので、お願いします。そしたら次、あの、上上打上打上というのがあるんですけど、ちょっとキノコの皆さん、お見本でやってみましょう。こんな感じになります。せーの、スペシャルビッグバンドです。よろしくお願いします。今踊り1回じゃ覚えられないと思いますけど、大体やって動いてれば大丈夫ですので、もう気にせずにみんな入ってください。それで反対の3線のところはみんなでできれば一緒に歌ってもらえばいいのと、辻褄が合わなくなったらとりあえず最後でシェーが必ず出てくるので、シェーやれば大丈夫です。で、シェーンも五十肩の人とか手上がらない人は適当に上げれば大丈夫。じゃあそんな感じでいきますかね。準備よろしいですか。ちょっと待つ。いっかな。いいよ。おい、じゃあいきますよ。で、どこらかな。ガン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 。ワンツーワンツーせーの。お仕事ですか？買い物ですか？
食事ですか？レレレレお迎えですか？レレレレ出張ですか？レレレレお出かけですか？レレレレレレのレですか？お出かけですか？お出かけですか？大好きよ。パパくん、パパくん、あ
階堂和美、タッチポイム、珍しいキノコ舞踊団、そして大友良英スペシャルビッグバンドでした。ありがとうございます。今日赤塚不二夫さんの命日なので、多分赤塚さんもどっかそこら辺の中に混ざって踊ってると思いますので、もし赤塚さん見つけたらステージに上げてください。赤塚さんっぽい人でもいいですよ。あのヤバい人とかね、あ、ヤバい人がいたらステージじゃなくて俺んとこ連れてきてください。一緒に歌いますので、この赤塚不二夫をモチーフにした不二夫音頭を、昨日発売になりました。多分ねどっかで売ってると思います。そこら辺で売ってるかな、16のユニクで売ってると思うので、もしももっと聴きたい人はぜひ聴いてください。でそのアルバムの中に入ってますけど、これでいいのだという曲があります。あ、ちなみにすごい暑いので調子に乗って踊ってると熱中症で倒れたりしますので、実は昨日うちのバンドのドラマーも一人熱中症で来れなくなったやつがいまして、本当すいませんって感じですけど、なのでぜひ喉乾いた方は周りにお店がいっぱいあるので、お店でタイマイはたいてぜひガンガン飲んでもらえると、ビールとかいっぱい飲むと熱中症にいいと思います。ダメかな、という感じで次はこれでいいのだという曲なんですけど、これはね盆踊りもへったくれもないです、みんなでぐるぐる踊ればいいって感じの曲で、歌詞はこれでいいのだパパパヤしかないですので、みんなで歌ってもらえるといいかなと思って、そうパパパヤしかないよ、言いますね、これでいいのだパパパヤ、これでいいのだシェー、それだけです。これでいいのだレレレレっていうのもある、レレレレ、これでいいのだよーんっていうのを繰り返すだけなので、適当にシェーとか混ぜながら踊ると、日頃の家庭のストレスとかですね、家庭は旦那がいろいろ問題あるとか奥さんが帰ってこないとか、いろいろ皆さんあると思いますけども、家に戻ったら誰もいなくなってたとかね、そういうストレスも全部解消できますので、これでいいのだいきたいと思います。じゃあみんなで歌いますよ。
うるさくすると、ご近所の方でに迷惑かかるので、ちょっと静かな曲やりましょうね。せっかく二階堂和美さんが来ているので、これ赤塚さんのイベントですけど、ジブリが入ってもまあいいですよね。ね、今頃は監督も天国で赤塚さんとお酒を酌み交わしていることだと思いますので、今日お盆ですので、二階堂和美さんです。よろしくお願いします。ね、本当に、あとちょっとだけ宣伝すると、その命の記憶という曲を今から歌わせていただきますけれども、9日にも、テレビの方で、放送があります。N-HANさんの、言っても悪いわけはないんですけれども、9日の夜8時からすごいセットを組んでいただいた中で歌わせていただいておりますので、よかったらご覧になってください。そして今日はね、本当に、この大友義英スペシャルビッグバンドによる本当に珍しいアレンジというか、なかなかできないなかなかできないこの皆さんの即興性をですね、それ褒めてる、褒めてるもちろん最大限に本当に素晴らしいんです。なんか編成によってこの 歌ってやっぱり毎回毎回違って、本当に安定しないんですけれども、それでいいのかな、これでいいのかと思いながらはい、歌わせていただきたいと思います。命の記憶。Thank you.
いどうかずみすごいみんな座っちゃったねさあ張り切って踊っていきましょう座ってる場合じゃないぞじゃあ、二階堂和美さんとは実は、これの以前5年くらいほど前にアマちゃんが終わった後くらいにアマちゃんに出てきた地元に帰ろうという歌を、音頭にしたことがありますそれを実はレコーディングしているのでこの後は地元に帰ろう音頭というのをやってそれで藤尾音頭をやりたいと思いますけども、地元に帰ろう音頭を、作った幸子 M さんが振り付けもしているのでちょっと幸子 M さんに簡単に振り付けの、振り付けの案内じゃない、なんだ振り付け講座をやってもらいましょう泣いてたの毎度感動するけどあっちから見たらすごい空とニカちゃんが君臨してすごかったよねあっちの空やばいやばいあっちの釉薬とこっち側のなぜかあんまり感動させにくい藤尾温度のロゴが相乗効果で二階堂さんのところでもう涙をこそるっていう謎状態藤尾さんが降りてきたのかと変なコメント夕日が昇る名言が藤尾ちゃんの本当だよ、ね、じゃあ、 皆さんあの激しいダンスはちょっとないのでゆっくりめで、地元に帰る運動は結構あの簡単な振りなのでなんとなく動きだけこんな種類のがあるというのだけレクチャーします。まずはタンタンであとは、次は歌が入った頃は地元にってこれなんかよくあるのの回転付きですそうはい上手上手でこれの後が大体よくある音後ろ下がるで後ろ下がると必ず前に戻るのセットになってますのでこれも盆踊りでよくあるそうなんです前に戻らないと永遠と逆回転あそうですあとなんとなく緩く進みながらあとはですねもうちょっと入ったあたりにタラララポンってこれタンコ節みたいなのの手拍子付きっていうのがそうです覚えてますか、はい、でこうまたまた大友さん歌いいかはいすいません怒られちゃったよせっかく歌えるチャンスだと思ってそうあえてこの感じであと何があったのまあ暑いから何でもいいじゃない あとはね、途中でね逆回転するんで逆回転って言ったらこっち方向に今進んでますけどあ逆回転って言ったらくるりんぱしてこっち方向に進んでくださいで後半はあと3番のパートがありますこれ3番は皆さんに任せますフリーパートです以上、はい、張り切って踊ってみましょう行ってみよう、ね、みかちゃんこれ楽器の音返さないで大丈夫気持ち楽器の音をあのヤグラに返してもらえると嬉しいですちょっと薄めに、うん、あとボーカルが大丈夫じゃあ行きますかじゃあ行きますだんだんワン、ツー、ワン、ツー、せーのI'm not afraid of the dark.
どうも。遠藤和美。ありがとうございます。地元に帰ろう運動、これ、来週の、ですね、日曜日かな、8月12日に、私の地元の福島の、町中広場ってところでも夕方にやりますので、でこの盆踊り画期的でですね、ただ踊るだけじゃなくて演奏で参加したい人は誰でも楽器持ってくれば参加できます。で、事前に譜面とか配れるようにしておきますけども、譜面なんか読めない、こんなの演奏できないという人でも、参加して大丈夫です。適当にピピピピ鳴らしてれば大体上手な人が何とかしてくれるのでっていう盆踊りをやりますので、皆さんぜひ楽器持って福島に8月12日の夕方集合してください。よろしくお願いします。詳しくはフェスティバル福島のホームページに出ております。さてさて、じゃあ、いよいよ僕らの出番はこれでもうじき最後かな。富士音頭をもう一回やりましょうか、ね。それで、最後の反対の参戦のところはもう延々とトランス地獄の富士温度にしていきましょうか。もう全員が倒れるまで、もう熱中症で全員が倒れるまで踊るとか言ったら、俺こういうこと言うと新聞に書かれるんだよね。ダメよ、絶対ちゃんと飲み物飲んでくださいね。その前にじゃあせっかくなんでメンバー紹介させてください。オートムジネスペシャルバンドのメンバー紹介します。一番こちら側からキーボード近藤達夫、それから前に行きますトランペット佐藤修徳、鈴木博士、それから同じくサキソン東亮太、そして同じくサキソン江川亮子、それからクラリネット井上梨江、息子の春人君も時々歌ってくれてます、そこにいます。それから、フルート斉藤寛、ちょっと斜め後ろに行きますチューバー木村陣也、それからアコーディオン大口俊介、それからこっち行きますパーカッション上原奈々江、そしてもう一人パーカッション相川ひとみ、そしてベースはこんな可愛い顔して浴衣着てますけど、実はスーパージャンキーフッキーの川合忍、あと深いと富士温度の作曲もしてます江藤直子、そして、ステージの方に行っちゃうと珍しいキノコ舞踊団の皆さん、ステージ上会場中に散らばっております。踊りが分かんなくなったらこの、なんていうの、まだら模様 の、の方見るといいと思います。ちなみにこの衣装を提供、今回提供してくれたのが来週やるプロジェクト福島の、盆踊りの、チームです、ということでプロジェクト福島にも拍手、そして、富士温度の作詞作曲も担当しておりますサチコ M、それから今回わざわざこれのためだけに広島から来てくれました二階堂和美、二階堂さんも赤ちゃんが生まれたばっかりで、どっかに二階堂さんの赤ちゃんがいます、はい。そして、もう一人あの辺に赤塚不二夫がいます、赤塚不二夫、ということで富士音頭生演奏はこれが今回最後になりますけども、また、この後も多分あれかな、多分音源がかかって踊れると思いますので、もう皆さん適当に踊り狂って社会に迷惑かけない程度に狂ってください、ということで、富士音頭最後にやりたいと思います。同じアホなら踊らんには損ですからね、踊りましょう。もう振り付け適当でいいです、いきますよ、ワン、ツー、ワン、ツー、せーの。あ、よっしゃ。お仕事ですか？レレレとね。買い物ですか？レレレとね。お食事ですか？レレレとね。お迎えですか？レレレとね。出張ですか？
しくて、いろんな人を巻き込んで、はい、よっしゃ、やめだせ、みんな守るし持ち合い、不思議だけど本当なの、飲んではしゃいで真ん中で、もっと真面目に。
サチコ M、 そして大友スペシャルビッグバンドのみんなで、そして赤塚不二夫、一番の盛り上がりきましたね、センターステージ。もうすっかりこの富士温度もおなじみになったという感じでございますが、せっかく今いい流れが来たんで、じゃあこのまんままだ盆踊りいっちゃいましょうかね。バカ盆踊りいっちゃいましょうかね。では今年が1回目になります富士温ロックフェスティバル2018、続いてバカ盆踊り、まだまだ8時まで続いてまいりますので、じゃあ準備大丈夫ですか、よろしいですか。じゃあこのままの流れで20、30の終わりになってくださいね。盆踊りの時間作りたいと思いますので、準備いいですか。はい、それでは参りましょう。富士温度いっちゃいましょう、どうぞ。